阿蘇の観光特急阿蘇ボーイ101号にご乗車くださいましてありがとうございます。 JR グループでは10月1日から12月31日までの間、南九州と合同で熊本、宮崎、鹿児島デスティネーションキャンペーンを開催しています。 JR 九州ではこの南九州キャンペーンの特別企画として、本日阿蘇ボーイを博多から熊本間延長運転いたします。普段阿蘇ボーイでは見ることのできない車窓の景色や九州の列車についてご案内させていただきます。今日ご案内しますこの列車の車掌は古川、客室乗務員は川上、杉、秋光、奥村です。終点の宮地まで皆様の旅のお手伝いをさせていただきます。ご用の際はお気軽に声をおかけください。これより先、泊まります駅と所定の到着時刻を申し上げます。次は鳥栖です。鳥栖到着9時7分、久留米9時14分、大牟田9時39分、玉名9時54分、熊本には10時16分の到着です。途中、熊本駅では10分停車します。なお、熊本から先の停車駅の到着時刻は熊本駅発車後にご案内いたします。終点宮地には12時ちょうどの到着です。保護者の方にお願いします。3号車キッズスペース黒クラブご利用の際にはいくつかの遵守事項がございます。黒クラブ入り口に掲示していますので、ご確認の上ご利用ください。車内での移動はお言葉の目を引いていただき、必ず目の届く範囲で同伴してください。なお、通路では遊ばないようご注意ください。ご理解とご協力をお願いします。なお、これより沿線の見どころはアナウンスにてご紹介いたしますが、お言葉にも分かりやすい表現でご案内させていただきます。あらかじめご了承くださいませ。また1号車と4号車のパノラマシート、3号車の白い黒チャーシートも含め全車指定席です。皆様に快適な空間を楽しんでいただけるようご理解とご協力をお願いします。それでは皆様、たくさんの発見があるこの阿蘇ボーイでのんびり過ごす極上の旅をお楽しみください。